んにちは。こんにちは。今日はサロンダルバード広尾本店からサロンダルバードの名物社長の三津田博樹社長にこの夏、リニューアル発売しましたサクドプロムナードラピア調加工素材のトートバッグ S サイズ B 缶付きのご紹介をしていきたいと思います。社長よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。サロンダルバード代表の三津田でございます。いつもサロンダルバードを応援してくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、夏のお出かけにすごいぴったりなこちらのトートバッグ、これから社長にいろいろと詳しくお話を聞いていきたいと思います。はい、こちらの、加工素材のトートバッグなんですけれども、オンライン予約販売を昨年の5月に発売してあっという間に予約完売になってしまって、まあ、ほとんど多くのお客様に出回ることがなく終了してしまった大変人気の、商品になります。まあ、発売から大変好調で、今リニューアルのポイントなんですけれども、昨年のタイプは、D 缶が付いてなかったんですけれども、今年は、付けられるように、D 缶を、付けたりとかします。付けまして、さらに使い勝手を、重視した、モデルになっております。 D 缶が付いていると、こちらの方に別売りのストラップを付けていただいて、ね、斜め掛けにも使いいただける仕様に変更されました。はい、そうです。うちの、幅広のストラップを付けることで、より荷物がちょっと重たい時とか、お買い物をしてちょっと荷物が悪い時とかにちょっと肩掛けができたりすると、体への負担も軽減できて、よりお買い物だったりお出かけを楽しめるようなデザインになっております。うちはそういった部分でやっぱり使いやすさも追求するっていうのが一つのコンセプトになっておりますので、はい、斜め掛けもできるバッグになっております。こちらが別売りになっております。しかもあれですもんね、カゴバッグには珍しい裏地付き。そうですね、はい、こちら の, スペインから取り寄せている素材は、実はこれ結構、はい、中の、スペインのカゴの素材にこう裏芯を貼って、でさらに裏地をつけてるんですね。そうすることでこうほつれとか、カゴバッグだけでこういうとこほつれていったりとか、そうは引っかかったりとかするんですけども、そういったほつれ防止のためにも素材にこう芯を貼って、でさらに裏地をつけることで、使いやすさを、さらに使いやすくなったという形になっております。で、レザーの、素材も、はい、ハンドルも、なってまして、色もこうバイカラーのものから、はい、こういったシンプルな同系色のものから提案をさせていただいておりますので、やっぱりこのベースの色が割とこううちらしく、ちょっと若干上品なキラキラしているものから、はい、もう少しマットな素材ですね、こういった黒の本当にマットな感じで、はい、キラキラ系とややキラキラ系と少し落ち着いたお上品なマットな素材と、一応2パターンの提案をさせていただいてまして、これもマットな素材はい、なってまして、で共通していることは全部軽い 350g ですね、こちらで。なのでやっぱり持ってても非常に本当に軽い素材になってますので、本当にお出かけが楽しくなるような、夏のお出かけ、それから梅雨のお出かけが楽しくなるようなデザインになっております。でも本当にあれですよね、使い軽くて、そうですね、色によってはちょっと紺とか黒とかは少し雨に濡れたりすると色落ちも若干なきにしもあらずなんですけども、こういったベーシックなもう少し淡い色は雨に濡れても全然大丈夫なので、梅雨時期の、空ね、ちょっとね今日雨かなっていう時でも、お持ちいただいて、ちょっとテンションを上げて毎日を楽しくできるようなお出かけにもつながりますので、バッグが可愛いとテンション上がります。そうですよね、一日は楽しく過ごせると思いますので、ぜひ梅雨の時期から本当の梅雨明けの夏の暖かい、暑い時にも持ってますので、でこういったベーシックな暗めのお色もやっぱり黒とか、僕すごい黒好きなの で、ほとんど黒しか服着ないですけど、黒系のシックな色も素材感で合わせることによって夏らしさを、できて、かなりエレガントでありながら、ちょっとこうなんていうかね、少し遊び心のあるうちらしいみたいな。モードな感じ。そうですね、ちょっとモード寄りの感じだけど、ちょっと他にはないもんな、やっぱり使いやすさとか、やっぱうちってやっぱ使いやすさもきちんとこだわってるというところが、サラダらしさというところで、しかも街もそうです、はい、18cm です、18cm です、はい、18cm もありますので、ちょっと立体的に見るとこんな感じでなってるんですけども、少し横に広がってるんですけど、
こう表面的に見ると表から見ると、うん、やっぱりこうそんなに大きくないので、大きさを感じないですね。そうですね。あの幅広い方にもまあお使いになっていただけますので、うん、多くでもおすすめですね、夏の。そうですね。はい。でさらにちょっと今回まだニコちゃんをつけてないモデルになってるんですけども、そうだったんですね、ちょっともったいないなという方にはこういったニコちゃんの、はい、チャームをつけることで。ちょっとよりサロアルらしさを表現できるというか、やっぱりちょっと元気重視がないな、足んないなと、ちょっとシックすぎるなっていう方にはこういった形でワンポイントでつけていただいて、うん、雰囲気変えて扱いいただけるからいいですよね。はい、外したらまあもともとベーシックな形でお仕事、うん、まあ、にも使えると思いますし、ちょっと遊び心を添えたいなとか、お友達と今日ちょっとお出かけがあるなとか、まあ、ちょっとまあご旅行に行かれる時とかは、ちょっとはい、こういった形でチャームもつけるとちょっと気分がやっぱり上がって遊び心も、ね、そうですね、はい、これからちょっとねコロナ負けてくると思うのでご旅行とかもね行かれる機会がとかあるかと思いますが、うん、その時にこうちょっとチャームをワンポイントで添えるとやっぱりさらにこう、ね、旅行が楽しく、はい、ボールバッグにも使えるぐらいは思うんですね。そうですね、大きさもちょっと旅行バッグも使えるぐらいなので、はい、ちょっとあのやっぱりこう夏とかってね、薄着でしかもこうだけど室内の中ちょっと寒いなとかって、うん、上着ね、そう上着がやっぱりどうしても必要になってくると思う。その時ちょっとこうね入れることもできるぐらい大きさになってますので少し大きいかなっていう感じはするんですけども、本当に使いやすいサイズであんまりこうジャストサイズなところになって用意しておりますので、お色味も今回はリニアルになって、めちゃくちゃ増えました、はい、12色ですね。はい、ちょっと全部ご紹介できないですけど、これがシルバーのパーツですね、はい、でさらにこのベーシックなものからちょっとワンポイントで差し色を入れたシルバー×ホットピンク、こちら去年一番売れたものですね。今年も引き続き提案させていただいております。でお揃いでこのニコちゃんのチャームとかも作ることができますね。はい、こちらが新色の、ベージュ×ライトイエローになってますね、はい、こちらもちょっとこの組み合わせってあんまりやったことなかったんですけども、はい、ちょっと夏らしい感じがすごくして元気かなと、はい、思います。これニコちゃんちゃんもこの感じで作れます。はい、次がこれか、はい、はい、これは、ベーシックなお色で、ネイビーかけるネイビーで、ネイビーもこれ少しこの光沢感のある素材になってますので、はい、綺麗な感じなので、やっぱり夏のちょっとこうね、服にも素材感が入るデザインになってます。こんな形でショルダーも合わせられますので。次が、こちら、はい、こちらが、黒×ホワイト。はい、でホワイトがどうしてもやっぱり汚れが反応してちょっと気になる方も多いと思うんですけれども、これ一応シュリンクレザーでこう凹凸があるので真っ白のマットな革だとどうしてもやっぱり汚れがつきやすい、うん、だけどシュリンクレザーなので言うほど気にならないかなと、うん、はい、割と汚れにくい素材になってますよ。で中もこう開けるとあすごい、はい、バイカラーが入るのでとても素敵ですよね。ボディが黒だから余計入るんですね。そうですね、もう夏はもうこういう感じで、はい、特にモノトーンの服とかってやっぱりどうしてもなんか僕も痩せて見られちゃって、うん、肉出るとね目立っちゃうんでどうしても黒を着たくなるんですけど、そんな時にちょっと白のねモノトーンだとやっぱ夏らしさが出て、素材感も夏らしくてとてもおしゃれなんです、はい、これ僕もおすすめです。これなんか素敵、はい、でさらにこちらもですね、これはグレー×ホワイトで中がそうですね、はい、はい、感じになってます。薄いグレーでこれも合わせやすい、まあ、全体的にこの素材はやっぱり合わせやすいようになってまして、うん、ハンドルで少し遊びの色が差し色だったりとかベーシックな色があるので本当にいろいろ使い回しができるので、まあ、こんなに使い回しができるカバーバッグはうちぐらいかなと。じゃあこれちょっと荷物中身どれぐらい入るかとかっていう、はい、そうですね。今からちょっとお見せしたいと思います。この中、どれぐらい入るのか、これから出してお見せしていきたいと思います。まず最初に、カーディガン、羽織ですね。あと、こちら、夏の必需品、ペットボトル、500、縦に入ります。
で、こちらがメガネケース。で、こちらがスマホ。スマホはこういうちょっとポケットちゃんと脇についてるので、入れていただくと取り出しやすいです。あと、こちら側のポケットはファスナーがついてるので、鍵とか入れていただくといいと思います。あと、こちらの方に、いろいろ、化粧品とか入ってるポーチです。こちらも、ちょっと小物が入ってる、ちょっとアクセサリーとか入れてるポーチです。あと、長財布。と、タオル。と、除菌シート。でか。ちょっと私そうなんで、でかい除菌シートを常に持ち歩いてるんで。これだけ入っても、全然パンパンな感じしなかったでしょうね、見た感じ。これだけ入ってました。こちら。今レビューを書いていただく、ご購入時にレビューを書いていただくお約束で差し上げているコンチネンタルスカーフになります。社長、日本ですよね。そうですね、はい。今回は、公式オンラインストア限定なんですけれども、このような形でコンチネンタルスカーフ通常1100円のお品を2点お付けさせていただきます。ただしちょっとレビューだけご協力をいただくということで、ぜひレビューのご協力をよろしくお願いいたします。はい、購入時にレビューを書くってお約束をしていただくと、そうですね、はい、はい、差し上げる形で、はい、お色はちょっとお選びできないんですけれども、はい、まあでもちょっと違うお色でもこのような形で、可愛いですね、はい、可愛くアレンジができますので、別売りでも売ってますので、揃えてお持ちいただきたい方は、ね、もしそちらの方もご検討いただければ、はい、よろしくお願いします。はい、レビューは私全部配読をさせていただいておりますので何かぜひ、はい、ご意見をいただけますと、次の企画だったりとか改善の参考にもなりますので、もう本当にいつもレビューいっぱい書いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回もぜひレビューの方をよろしくお願いします。はい、使い心地などぜひ率直なご感想をいただければと思っております。よろしくお願いいたします。YouTube チャンネルに、サロンダルファードの名物社長、水野博樹社長をお迎えして、こちらのバッグのご紹介を進めてまいりました。社長、はい、これからもたまに、YouTube チャンネルに出演させていただきまして、直接私から、商品のご紹介をさせていただく機会があるかと思いますが、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ぜひYouTube にもコメントいただいたりとかいただけますと、私そちらも全部見てますので、コメントさせていただければと思いますので、チャンネル登録といいねと高評価と、それからコメントもぜひいただけると、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。あと、すいません、サロンダルファード、SNS、Instagram、Twitter もやっておりますので、そちらの方のフォローもどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。じゃあ今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。また次回よろしくお願いします。よろしくお願いします。